ちっちゃくねえか、俺。皆さん、こんにちは。それ俺からやらせてもらっていい？はい、どうぞどうぞ。皆さん、こんにちは。FC 東京クラブナビゲーター、羽生結弦青竹です。イェーイ、ゆうちゃん。いっぱいだな、今日。で、今日ね、ゆりかさん来てくれてるから。はい、皆さん、こんにちは。立花ゆりかです。よろしくお願いします。こんにちは。はい、とりあえず、あれは明けましておめでとうでしょ？そうですね。皆さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。はーい。わー、明けおめ、明けおめ。もうあれじゃない、明けおめ、お年玉くれんじゃん、いいから。え、お年玉ちょうだい。お年玉ちょうだい。いいじゃん、いいじゃん。多分くれるよ。すぐくれるから、この人。え、もしかして今日も、パッチャみたいなやつあるんですか？うん、完全あるよ。あるんだって。え、これ、今回それが目的だから。ユニフォームとか紹介しないよ。してるけど。え、しないの？うん、あ、スパチャですって、皆さんあとこれずっと待って、みんな QR コードで、うん、これやってもらって、買ってもらって終わりよ。そういう趣旨だったの、うん、ずっと待ってていいから。わかりました。じゃ、うん、とりあえず待っとこうかな。うん、あれ来ないな。何も進まないんですけど。まだね、買ってからのあれかもしれないから。あ、そうですね。あ、まあいいや。それで、あ、やってよと。はい、はい、じゃあ、めっちゃ任されちゃった。だってあと台本こっちやん。そうですね。はい、改めて、今我々も着ています。このユニフォームをね、今回はご紹介していこうということなんですけども、本日は昨日発売開始となった2022シーズンのユニフォームを実際に手に取ってみて、こちらの配信でご紹介していきたいと思います。おー、いいね、うまいね。ありがとうございます。いいよ、いいよ。いい滑りだし。いいまだ来ないですね。こんなにスタートいいのに来ないって相当ダメだよ。あれじゃみんな最後の日後。みんな上げすぎちゃったね。上げすぎちゃった、ね。あ、そっか。上げすぎちゃった。ユニフォーム買うから今まだ取っといてんだよ。そうですね。まあそっち優先で。あ、ユニフォーム分落としちゃうとあれ問題になっちゃうから。確かに。余裕がある方だけね。後ほどお願いします。でもね、今回、昨日発売とはいえ、まだどのユニフォームにしようかなって迷ってる方はたくさんいらっしゃると思うんですよ。で、そういった方にですね、今回の配信を参考にしてもらって、ぜひこのユニフォーム買ってみようかなって興味を持っていただくような配信にしていきたいなと思うんで、ぜひ皆様の気になったこととか質問で。でもそれ皆さんそんな悩むもんなの？だって、今年パターンやばくないですか？だってみんなホームのそれ買えばいいだけなんじゃないの？まあまあまあ、ホームのね、欲しい人はもう決まってるかもしれないんですけど、やっぱアウェイもいいかも、追加で買っちゃうかな、みたいなのの誘導作戦じゃないですか。ああ、なるほどね。はい。まあ、キーパーもね、今回なんかちょっといろいろ種類もありますし、まだ決めきれてない方に向けて今日は配信していきたいと思うんですが、ユニフォームの販売、もう今画面に出てますよね、こちら。ユニフォームの販売は、オフィシャルオンラインストアほか、オフィシャルショップ7店舗でお取り扱いがあります。配信の概要欄からぜひチェックしてみてください。なるほど。はい。こちらのね、画面の QR コードから。はい、来た。あ、ね、羽生ではないさん、はい、来た。はい。あ、出た。羽生ではないさん、ありがとう。ニューさん更新おめでとうございます。更新してねえよ、僕は一応、選手と同じ契約の期間になっておりますので。え、そうなんですか、はい、なので。知らなかった。はい、来た。はい、ひろみさんには。やった、ひろみさん、ゆりかる、ゆりかる、ありがとう。ナイスパー。めでたい、めでたい。前の方がテンション高くない？まだね。まだスタートだから、滑り出しだから。まだね、ちょっと金額によって。やらしい、やらしい。やめろ、それは。やらしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ひろみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ね、そうそう、ありがとうございます。あ、いいや、落ち着いたわ、俺はこれで。いやいや、始まったばっかり。これあれば十分だから。今からね、ちょっとたっぷりご紹介していくんで。はい。はい、ということで、じゃあ早速ユニフォームの紹介をしていきたいと思うんですが、はい、今私が着ているのは、オーセンティックの S サイズ。こちらを着用しております。これ S?S なんです。大きく見えんね。自分が細いからか。ちょっと肩幅が私狭めなんで、そう見えるのかなと思いつつ、まあまあ、S なのね、それ。はいはい、オーセンティック それ本当に。本当に、オーセンティック。あれじゃ、レプリカじゃない？あ、やばいやばいやばい。違います。これは、紛れもなくオーセンです。あ、そう。はい、まあ、後で説明すりゃいいか。はい、俺は、俺がなんだっけ ?L だっけ俺 L っす。入社がオーセンの L。ちょっと、オーセンティックの L よ。L、あ、L、L。オーセンの L。いや、オーセンの L よ。危ない。そう。うん。ちょっとね、やっぱ。ちょっと正月太りしちゃってるんで、僕は。そうですか。はい、こういう感じで、L を選ばさせていただきました。はい。S と L をとりあえず、とりあえずね。はい。ということなんで、まあね、デザインもいろいろ一新されて、あとやっぱりこの胸にドン、ミクシーがね、すごいよね、話題になってますよ。俺ね、あ、もう先これ話させてもらうと、ミクシーさんの、あの、ユニフォーム用にデザインしたのかと思ったんですよ。これね。あの、そしたら、もう、どんどんさ、すいません。どんどんどんいい。どんどんどんそうやってやるのね。ありがとうございます。あ、もうファースト温泉買いましたですって。すげえ。やった、ゆりかよ、かわいいキャラクター、なんだか縁起がいい、縁起がいい。ありがとうございます。2022。ズドンさんもありがとうございます。ズドン、明けおめ東京、ありがとう。あ、なんか立ち上がってみたいですって。あ、立ってみて。じゃーん、これが S サイズ。これ前出ても大丈夫？おぉ、いいじゃん、いいじゃん。じゃーん、このようになっております。これがオーセンの S サイズです。じゃ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 ん。見て、もう名前入れてもらっちゃいました。いや、成功！ありがとうございます。19ユリカ、いただきました。いいなー、俺の番号すら入ってねえんだけど。なんだよ、この。シンプル、シンプル。スタッフのその好みのあれ、おかしくねえか。優しい。俺全然入ってねえよ。女子に優しい現場。やる気なくなってきたわ、余計に。やる気出して。で、なんだっけ？そうそう、ミクシーさんの。はい、ミクシーさんの。そう。何？あ、はい。あ、スローリー。はい、はい、はい、でもいやいや。はい、はい、明けおめはい、はい、明けおめー。サリューさん、お願いします。いや、もう、はい、はい、はい、みたいな感じなんで。サリューさん、うるせえな、みたいな。で、なんだっけ？そう。で、だから、コーポレートロゴっていうか、を変えたってことだよね。全体にミクシー、ね。俺らは知ってる、俺らは知ってるか、もともと、あの、まず、X ラックから、はい、その母体っていうのかな、なってるミクシーさんの、うん、あの感じじゃん、知ってたの。そう、もともとね、あの、小文字っていうか。はい、ちっちゃめの。だけど、今回そういうのを変えたらしいんですよ。このタイミングで。そう、だから、ミクシーさんの本気度をね。おー！あの、なんで太いかっていうと、はい、さっき出てたんだよ。何ですか？なんだっけ？あ、じゃあその前に。あ、そう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 。はい、リニューアルしたコーポレートブランドロゴは太く堂々とした太文字で世界のコミュニケーションインフラとして信頼感、安定感、普遍性、リーディングカンパニーとして存在感を表現、ミクシーのブランドを世界中に力強く訴求して強い求心力を生み出せるようにボールドな書体としましたっていう理由があったわけよ、ここは。そうなんですね。そう。で、僕ね、こう、決心の時にジョインしてくれて、こうやって行くぜみたいな感じを出してくれたっていうのと、このレッドって書いてあるじゃん。はい。気になってました。いや、俺も最初見たとき、青赤っていうイメージなのに、うん、レッド？レッドのみ？みんな思ってたと思います。レッドのみかと思ったら、うん、それはもう、モンスターストライクなどのみんなでワイワイなスピリットやスポーツの興奮を生み出していくミクシーのアドレナリンであるレッド。おー。デジタルエンターテインメント事業やスポーツ事業領域のサービスを中心に熱いつながりを表現するエモーションロゴとして使用してますっていう。他になんかオレンジとか他にあるんだけど、うんうんうん、スポーツっていうところに、僕らのところにジョインしてくれて、うん、レッドだっていう、ミクシーのレッド、その思いのレッド、そういうスピリッツみたいなところを表現してるみたいな感じらしいです。そういう意味だったんだね。だからもう力強いよ、ミクシーってこれ。ねえ。うん、もうみんなスタジアム来たら相当目立つんじゃない？ミクシー、ミクシー、みんな前に来るってなりますね。なるはず。皆さんでももらってたね。ね、スパをね、COG さん、バナナ、バナナ、バナナンバナナさん、イエーイ、アプリコットユーさん、ハリーさん、めっちゃ来てる、春赤パワーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスパでーす。ユーさん、忘れたんですけど、このハート。こんなんやったっけ？ありがとう。もっとなんかこんなんじゃなかった？ナイスパー！こんなんでしたっけ？ナイスパー！ありが
いや、それがもうやれやれや、あれからうるさいくて、ユリカルのせいで、ね、マジで。余計なことしてくれて。みんな期待しちゃった。ああ、羽生さんやってみたいな。ユリカル飲んでるって言われてるよ。飲んでないよ、ご機嫌だけど飲んでないよ。まあ、だから最初俺であれやったから、その上からいってよ。はい、はい、じゃあ、デザインのコンセプトですかね。はい、はい、クラブのシンボルである青と赤の太いストライプを採用。クラシックの中に力強さとオーセンティックを表現しています。そしてユニフォーム全体に日本のモダングラフィックである浮世絵の波からインスパイアされたグラフィックをカモフラージュ柄に落とし込んだジャガード編みで表現されている。これ結構ね、近くで見ないと分かんないかもしれないんで。生地がね、はい。あ、後で見てよか。後で見せる？後でいいか。はい。で、首元、こちらもね、これゴールドなんですよ。なんかイエローかなって思いきやゴールドのこの色が入ってまして、うん、こちらですね、ゴールド、首元にはゴールドを配色し、現代的な技術とクラシックなグラフィックとの融合で、モダンな中にクラシックな印象を表現しています。とのことです。うん、そして、素材には NB ドライテクノロジーを採用し、プレイヤーを爽やかでドライな状態に保つよう設計され、快適な着心地を実現しています。なるほど。まあ確かにね、着心地というか、ね、それは最新のあれなんでしょ？テクノロジー？そうですよ。NB ドライテクノロジーですから。NB ドライテクノロジー？はい。一番強そうじゃん。何よりも強そう。で、あ、待って、でもゴールドが入ってる理由何なの？ゴールドが入ってる理由教えてください。は、あれじゃん。2022年の NB フットボールのカラーテーマらしい。うん、おー。ニューバランスさんの、そのあれね。うんうんうん、なんだっけ、カラーテーマ。カラーテーマ、ね。カラーテーマになってた、ゴールドが、うんうん。じゃあ、いろんなのにゴールドが、ま、入ってるのかな。入ってるんじゃないですか。ニューバランス。はい。この首元もね、このニューさんの後ろ分かりやすいと思うんですけど。はい。なんで俺だけ分かりやすいんだよ。いや、ちょっと髪の毛があるんで。あ、そういうこと？はい。FC 東京の、このロゴがね。あ、FC 東京ね。あ、それ見たらいいか。はい。これもゴールドですもんね。これ、オーセンはゴールドなんですって。オーセンはゴールド？はい。オーセン、差別化測ってくんな。これでオーセンマウントが取れますね。なるほど、なるほど。私はこれオーセンだぞ、みたいな。はい、そんなの、なんでないでしょ、それ。なんだっけ、エンブレムの、エンブレムの縁もゴールド。はい、ゴールドなんですよね。ここね。あ、縁入ってんの。はい。そう、キラッとね、光ると綺麗なの。これって逆にあれなんだ。ニューバランスさんの要望みたいなの入ってくるの。もともとね。シート系のエンブレムです、ね。じゃあこのタイミングじゃなくてもなんでこれまたって書いちゃった。たまたまね、たまたま一緒だと。書いちゃっただけですね。なるほどなるほど。オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっとさっき説明した記事も見ていきますか。記事？はい。ちょっとアップで見せてもらえますか。記事、ああそういうことね。はい。ジャガードリとか言ってましたけども。なんか浮世絵ね。そうですそうです。皆さんなんか富士山の浮世絵みたいな、このなんか波みたいなのあるでしょ、うんうん。で、そのイメージらしいけど、これ俺がやった方がいいですか？伝わるかな？伝わるかな？映像だと見づらいかな？何も伝わらんね、それ ね、 でもね。逆に。手元で見ると結構光沢があってしっかり出てるんですよ。実物はね、あ、カメラ限界かな？ちょっとなんかキラキラってさせてみてください。角度つけて。あー、なんかうっすらだな。うっすらか。でも、実物全然違います。あ、もっと全然、なんだろう。なんか、うん、ああ、いいじゃん、いいじゃん。そんな、それいいよ。あ、そうそうそう、こんな感じ。で、もうちょっとキラッとしてる気がします。実物の方が。確かに、確かに。光沢があってね、ツヤツヤしてて綺麗なんですよ。これがね、ジャガード編みで表現されてるんですよね、その波が。はい。素材は何だっけ？素材は NB ドライテクノロジー。うん、かっこいい。この世で一番かっこいい言葉。やかましいよ。やかましいよ。なるほど。はい。まあ、そんなところでしょうか。デザインのコンセプトの。デザインコンセプト、それ？はい。そんなもん？全部言った？ね、はい。言ってないなって怒られるよ。なんかありました？大丈夫。今んとこ大丈夫そうです。Okay、ありがとうございます。一回、俺、それは、豆柴若さんと、豆柴若さん。サトルさん。サトルさん。ありがとうございます。ナイスパーありがとうございますキラキラいいことあるよやばいやばい、じゃあさ、それはまず一回温泉買ってからの方がいいね。よしのぶさん何枚買うんだろう。すごい、開けましておめでとうございます。いちまさん、すいません。いつもありがとうございます。ありがとうございます。
ございます。すげえな。ノブさん、ありがとう。トラドシガオ、ありがとうございます。トラドシガオ。ありますように。トラドシガオって、どこの誰も撮ってねえけど、そうやってやんだな、やっぱ。額によって、ガオ。ガオ。ガオ入るわけか。ありがとうございます。さすがだわ。ゴッチさんもありがとうございます。おっこちゃんはじめ、ありがとうございます。ありがとうございます。今年一年よろしくお願いします。はぁ。はい。で、一通り。おめでとう。来た。デーゴ、デーゴ、デーゴさん。おめでとう。ちゃんと、今はもう、なんか用事があんのに、とりあえず投げてくれたんじゃない優しい。リアタイでありがとうございます。デーゴさん、後でちゃんと見てね。ありがとう。500人結構来てんじゃん。そんなに試合でも500人来ねえことあると。試合見てるからね。ユリから見に来てんじゃん。優しい。ありがとうございます。ほとよろ。ほとよろです。金くれって言ってだけだろ。ちゃんと説明もしてますから。そうね。やってみと、ブログ。これ、ナオは去年一人でやったの？いや、地獄。ナオさん、全然触れてなかった。笑ってますよ、ナオさんが。まあ、そこはさすがスタッフの優しさ感じるわ。羽生一人じゃ無理だろっていうところが。ナオさん笑ってる。あ、いいね。あ、ちょっとボケちゃった。いいから入るもんで。カメラのもう、カメラ自動のあれがもう。あ、いい。いや、でも変えてもな、もうごっちゃごちゃやん。ごっちゃごちゃ。ナオさんね、これアウェーの応戦来てますね。長袖の。アウェーですよね。うん、なんだっけ。はい、じゃあ次のブロックいきますか。余計なこと喋りすぎて、順番通りに行こう。はい。じゃあね、またデザインの方に戻るんですけども、はい、私が今着てるのが FP、うん、フィールドプレイヤーのファーストユニフォーム、ホームユニフォームですね、うんはい。こちらのデザインのコンセプトが、クラブのシンボルである青と赤の太いストライプを言わなかったっけ？これ言ったな。この人とか。いや、でもまあ書いてある。OK。はいはいはい、いいよ。はい、まあ、改めてお伝えして、そうね、マミヤさんもね、同じの。そうね。してますね。応戦のファーストホームですね。生地があれで、もう、浮世絵の波からインスパイアされたけど、いいかもしれないですが、で、返した。あ、これ言ってないんじゃないですか、うん、青から赤に変わるピンストライプは、味の素スタジアムの LED 照明からインスパイアされた。なるほど。どういうこと？こちら。ああ、これ？これ、ね、あ、アウェイってこと？アウェイ側だったんだ。どれで行く？こちらでーす。こっち行くの？これも光沢があるんですよね。白だけども。ああ、やっちゃった。画角難しいかな。こっちいい、いい。お、いいよ、いいよ、いいよ。これがアウェイユニ。え、だってさ、何？ああ、青から赤に変わるピンストライプは、味の素さんにインスパイアされています。首元と袖は、ネイビーの鳥居で。ネイビー色ってこと？そうそう、色はね、違うんですよね。だってこれで言ったら、この台本はフィールドプレイヤーファーストですの、何？どこがあれなの？アウェイユニってことですよね。セカンドユニフォームです。セカンドのフィールドプレイヤーってことね。はいはい、そう。なるほど、なるほど。これ白いいですよね。いや、これ。爽やか。いや、白白言ってるけど、ホームは青赤だから。まあ、そうやってそっちにさ、みんなアディスナーがさ、全員白になっちゃったらどうすんの、そんな。いや、それは困るな。これはちょっとバランスがいい感じにしてほしいんだけど。だからね、白はね、部屋着にも持っては安らかに眠れると思う。なんかこれで寝ようと思ったらね、結構テンション上がっちゃいますもんね。だね、確かに、そうだね、うん。まあいいや。うん。あ、アイクさん、今年も配信ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そしたらじゃあ、キーパーはどうなってんのよ。キーパー見せてもらいます。キーパーは、じゃじゃーん。こちらです。やってもらえる？ゴールキーパーがこちらのイエロー、そしてイエロー、ね、チャコールサックスの3色展開となっているんですが、ピンクじゃなくなったってことね。そうなんですよ。今までね、ピンクがなくなって、そのサックスっていう水色、はい、あと黒もなくなった。チャコールがこれなんていうの、チャコール、まあ、ちょっとグレーっぽいのがチャコール、これがサックスブルー、はい、キーパーのサックスカラー新鮮って。確かに新鮮です。今までばっかり使い、あピンクのイメージだったからな。あ、ユニ全体上見せた方がいい、はい、これね、このなんか点々点ってあると思うんですけど、グローバル GK グラデーションデザイン統一のスパークルを落と
し込んでいますということで、光り輝く奇跡をユニフォーム全体にグラフィックとして散りばめています。なるほどね。これスパークルって言うんですって、この点々点々の柄のこと。これがあれね、グローバル GK グラデーションデザイン統一のねやつね。そう、それです。さすがユースパー詳しい。グローバル GK グラデーションデザイン統一のやつね、のスパークルね。そうだって、これもともとのね、さっきのこの波柄、波のジャガード網プラス、うん、そのスパークルですからね。かなりなんか豪華なんですよ。グローバル GK グラデーションデザイン統一のやつね。聞いた。そうそうそう。で、素材は NB ドライテクノロジー採用してるよね。そう、もちろんです。OKOKOK。我々の大好きな NB ドライテクノロジー。これぜ、タコール。これなんか落ち着いてて綺麗な色ですよね。うん。なんかどんなシャツ上に羽織っても合いそうな。確かに。でも、サポーターの方はやっぱね、その合いそうなみたいなのがあるわけ。いや、あると思いますよ。でもだって、青赤、だってそしたら、ジーパンに合いそうなのが、本当に白とかだったら、白多くなっちゃうじゃん。いや、これもジーパンに合います。今日もジーパン私履いてますし、あの映像では長友選手もデニムにこれ合わせてた気がするんですけど、なんかデニム合うのいいなと思ってます。ああ、そうなの。そうそうそう。なるほど。うん。なんか何でも合うと思う。すっごい合わせやすい。アパレル感強くなりましたよね。あったの？あ、ちなみに、去年もゴールキーパーは黒が人気だったそうです。ゴールキーパーは黒が人気っていうの、うんうんうん、ああ、合わせやすいってこと？やっぱみんなコーディネートで考えてるんですね。なるほど。ほら、チャコールもいいなって来てますよ。普段着られそうって。そんな？じゃあもうパーカーとかつけちゃうよ。パーカーなんか、フード、フード。ユニオンも大事なとこ見えなくなっちゃう。似合うなって。ダメ？そう。あ、でもサックスカラーもいいなって。もう悩みますよね。こんなに。みんな悩むんだ。こんな展開されると思わないから。いや、そうなのか。まだ悩んでると思う。まだ？まだ悩んでる人いるんじゃないですか？長袖半袖もあるしね。そうですよ。あ、すいません。トムさん。コンポーザーさん。あ、ユーロでもう現物見てきたんですって。いや、だったらさ、現物見れんのか。そう、展示はしてあるみたい、サンプルの。そうなの、はい、いるこの。あ、コロナで行けないと。そっか。で、オーセンにすればよかったってことは、レプリカを購入されたのかな。ポチリが早かった後悔、今からでも間に合うよ。ありがとうございます。今からでも間に合います。あ、なるほどね。はい、OK です。待って、じゃあ、それちょうどだね。ちょうどいいわ。はい、皆さん質問があったらぜひチャット入れてくださいってなってるんで、なんか受け付けますよ。はい、気になることあれば。うん。なんか、まあとりあえず一回進めていくか。あ、皆さん質問あったらチャット欄に入れてもらって、一回進めていきますけど、はい、また後で、話していきたいと思います。その質問に答えていきたいなと思ってますけど、はい。サイズからいくのこれ。あ、そう、サイズなんかいろいろあるじゃん。はい、サイズもね、いろいろあるんですけども。あ、これはこれ言って、こっちは言ってもいいでしょ、サイズの、腕回りみたいな話。はい、腕回りですね。ちょっとね、袖部分のカッティングが去年と異なるため、腕回りの着心地の感想ということですが、うん、実際にはね、着た感じそんな変わらないんですよね。なんかサイズ表とかでも、ちょっと変わってるように感じてると思うんですけど、長さが、数字の表記が違うんですって。なんか、この生地のカットの仕方が、去年と違うらしくて、ラグランスリーブっていう、なんか野球の選手とかのユニフォームは全部そんな感じで、要は肩周りの可動域とかを増やせるみたいなカットの仕方をしてるらしいんですけど、去年、今年からそれを、採用して、はい、ラグランに。はい。カッティングの仕方がこう、肩がこう一面っていうのかな、パッてこう、うんうん、ここに切れ目がないみたいなのに、去年の。これが去年で、要は、ここでしょ？ここでしょ？そうそうそう。ここからこう縦にピーと。はい。この、カットの仕方があるんですよ。で、要はこの肩の横から見ると、ここで一回切れてるんですよね。そうそう、切れ目があるんですよね。はい。で、今年のは、この、なんていうの、一枚みたいな感じで、横に切れ目がないっていう。これが、ほら、俺紹介うまかったな、今。わかりやすい。ね。これがラグラン仕様になってるんです。そう。だけど、まあ、結果からすると別にサイズの違いはさほどないってことでしょ。そう。表記が違うだけで、着た感じは本当変わらないです。なるほど。
ということをまず皆さんにご理解いただけたらなと思います。そこだけちょっと違いますよと、はい、まあ、だから人によってはもしかしたら、うん、あちょっと違うかみたいになっちゃうのかもしれないけど、うんうん、まあ、基本的にはサイズ感っていう意味では変わってませんよっていうことらしいです、はい、数字ほどさほど変わりはないよ、はい、っていうところでいいのか、はい、っていうところで伝わったかな、うん、まあ、また分かんなかったらぜひ皆さんご質問お待ちしております、はい、で結局ユリカルが着てるのがオーセンティックの S、はい、S サイズ、オーセンティックレプリカの採寸データ一緒、うんうん、レプリカ購入される予定の方もぜひ参考に、はいはいはい、はい、参考にしていただけたらなと思います、はいはい、数字に惑わされず、これがこれ僕なんだっけ、 L？ オーセンの L、 オーセンの L、 はい、どうですか着心地は、ニューさんから、いやいいよ、いいですか、身長言えないよ、恥ずかしくて。身長なんて。非公表。身長。167センチです。167の方が着た L サイズはこんな感じです。あ、ニューさんの全身見てなかった。こんな感じです。なんか後ろの方がちょっと長いんでしたっけ、着た感じ。あ、そうね。これこのカットがいいと思う。そうそうそう。前より後ろの方がちょっと長めにデザインされてるんで、なんかよりおしゃれに着こなす。なんで俺だけさあれねえんだよ。背番号は。なんでないの？なんでニュートンだけなの？ゆりか見せてよ。え、私もうバッチリ直前に入れていただきましたよ。いや、セコ。ありがとうございます。セコ扱い違うぞ。なんで？クラブなんで？クラブとの関わりで言ったら俺の方はどう？完全にニュートンですよ。そうなの？完全に。なんだよ。あのスタッフさん、スタッフさんの。気合いの入れ方が全然違った。たく。ありがたいな。まあいいや。それで、で、なんだっけ？そっか、パーカーの上から着るときがあるから、大きめを買ってるって方もいるんだって。私に L や XL 着てもらうことできますか？え、全然着ますよ。今着ましょうか。はい。よいしょ。これが L？ XL 着てみますね。実際に。すごいショッピングチャンネルみたいになってきて。いや、いいよいいよ。あの、なんかもう横の、よいしょ。これで、おお、やっぱ大きいな。どうでしょうか。全然でかいな。全然大きい。だって、さっきの S サイド完全に覆うぐらいの袖の長さ。もう肘ぐらいまで来ちゃった。え、それ何着てんだっけ？これ XL。ああ。え、女の子が XL 金の見てみようかってこと？ああ、みんな、あ、こういう方がいるわけね。大きめに。もうお尻もすっぽり隠れるぐらいの長さありますね。いや、確かに中にね、パーカー着たりとか長袖、ニットとか着る人はこれぐらいが余裕あっていいのかもですね。もういいね。首周りもほら結構違いますよ。S 中に着てて、ね、だいぶ違う。一回り以上違うんじゃないかな。うんうん。でも楽、全然楽だと思います。L 着てたら、まあ中にパーカー着ても全然余裕なんじゃないでしょうか。あ、待って、俺挨拶してなかったね。山本さん、山本さん、あけましておめでとうございます。よろしくお願いします。あけおめ、山本さん、ありがとうございます。ナイスパでーす。L サイズをどうぞ。どうですか？オーバーサイズこんな感じでした。あ、流行ってるから良さそうですねって来てますよ。マタニティエリア欲しくない？あー、確かに。お腹ね、大きい方でもいいかもですね。なんかカッティングが4日目とさっきも言ったけど、あの後ろが長めになってる、うん、なんかこうシュッとして見える感じは出してきてるとあるかもしれないですね。そうなんですよ。これお子さんがね、あのダボっと着てるの私すごい好きで。ああ、わかるわかる。ワンピースみたいな着方してるの、うんうんうん。ああいうのもいいかもですね。あえての L サイズ着てもらうっていう。あ、今みんな来てくれた方も大丈夫、まだ間に合いますよ。ありがとうございます。登山にも良さそうですって。登山？登山そんなアウトドアで来てる。登山にはまあ持ってこいだよね。確かに。あの、なんか遭難した時とか分かりやすいし。自然食じゃないから、ああパキッとね、ヘリコプターからも見つけてもらいやすい。そこまで FC 東京考えてるんですか？いや、そうだよ。いいクラブだ。うん、ありがとうございます。俺登山をイメージしてるから、基本的に。高尾山。いや、羽生ではないですよ。それはふざけてるんですよ。でも逆に。誰が言ったのかと思って広げたけど、羽生ではないさんが登山にもって言ったら、もうちょっとふざけてるでしょ。いじってるじゃん。あ、でもあえてワンサイズ大きいの買ってる人もいますね。長袖の袖口みたい。あ、長袖の袖口。やっぱこだわりあんのか、やっぱり。
この肘のね、赤いとこが。どう？これいいの？こんな感じなんですよね。なんか重ね着してるみたい。かっこいいよ。かっこいいですよね。いい？いい。袖口なんかこだわりあんのかな、みんな。かっこいいかどうかってこと？やっぱ萌え袖女子とかは気になるポイントじゃないですか。こうやるから？はい。こうやって写真撮りたいじゃないですか。私さっき撮ってたんですけど。その時のためにこれユニフォーム作ってんの？はい。すげえな。え、それか、なんかあの、男の子でちょっと彼女をスタジアムに、あの、呼びたい、ユニフォームを着せたいなって人は、長袖をプレゼントするのがおすすめだと思います。あー、なるほどね。うん。あー。俺好みの萌え袖。あー、これいいよって長袖着て、うん、そうそうそう。狙ってる女の子にってこと？そうそうそう。面白いね。めっちゃいいデートプランだと思う、これ。いいと思います。ちなみに、ニューさんは萌え袖好きですか？何も気にしなかった。でも、長袖着るのは好きだよ。うん。その長めの、なんか女子がもう指先しか見えてないみたいなのはキュンときますか？全然。刺さらないの？いや、もうおっさんだから関係ないじゃん、そんな。そんなの見てないよ。見て見て。長めだなと思ってるけど。それ長めだな。あざとい女子がちゃんとやってるのに。わざとだったら余計に気持ち悪くないだろ。そんなことないのかわいいの。そうなの。じゃあ、なんか大きめがいいそうです。皆さん、よろしくお願いします。はい。あ、どう思いますか？セカンドの長袖も。セカンドの長袖？そんなみんなこだわりあんの？これだっていいっしょ。萌え袖っぽい。重ね着っぽい、ほんとに。全部かっこいいから大丈夫だよ。気にしないで。あ、これでいいの？映ってますね。こんな感じでーす。OK？ はい。OK。みんなこれで満足していくの？これで伝わってるかな？欲しいって思ってもらえたかな？袖口の赤が斜めに出てるように見えるだって。あ、でもそういうデザインなんじゃない？何何何？袖口の赤が斜めに出てるように見えるだって。斜めー。そう見えただけ？ではないか。で、同じだけの布の幅なのかな。うん。わぁ、長袖も欲しくなってきてしまった、だって。いや、長袖ね。うん。いいよ。いいですよね。うん。あ、でもここも結局こうなってんのか。これちょっとニューバランス感出してんのかな、これ逆に。ここヒュッていうの、これ。このマーク。確かに、ね、それっぽいですね。このニューバランスのこの部分っぽいですね。あ、そうそうそう。それっぽい。そうね。じゃあ、あれ言って、うん、まあ、なんかあれ、みんな、あれじゃない？オーセンとレプリカのあれなんじゃない？違い話していった方がいいんじゃない？違いについて。ああ。はい。オーセンと、レプリカの違い。うん。こちらですね。まあ、あの、ベース素材はね、変わらないんですけど、うん、この首元とかか。首元とか待って、まず、違う。エンブレムは、オーセンティックはもちろんレプリカのワッペンタイプを採用しましたって。ワッペン。あ、そうだ、同じなんですよね。これは一緒ってことね。こうワッペン。オーセンもレプリカも一緒。ワッペンを、こう、なんだ、貼ってる感じっていうの。縫ってんのかこれ。貼ってんの、まあ、貼り付けてある。のが、まずエンブレムは同じですと。いいんだよね。うん、で、あれ、ゆるねは？そう。襟の裏。今映ってる、これです。ゆるねばウォークアロン。はい。オーセン。オーセンはこれがつくと。これのらしいです、皆さん。はい、で、レプリカは、それってことね。ニューバランスさんのロゴ。まあ、こちらもいいんですけど。オーセンだと、ゆるねばのその、あれが文字が入ってきますよと。はい。これでもうみんなあれじゃない？ここのもう見合いになっちゃうんじゃない？お前の何？みたいになっちゃうよ、こうやって。これぞ、応戦マウント。でもこれ、さっきね、私、あの、着替えるときに思ったんですけど、この引っ掛けられるフックみたいになってるんですよ。ああ、確かにね。だからさっき着替えのときに、あ、ちょっと手元をと思ったんですけど、あの、まあ、お手洗いのフックとかに、それがパッて引っ掛けられます。ね、めっちゃ便利、これ。ここがね。そう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 。ここが。このゆるねばの部分が。ここが、こう。そうそう。見えねえな。こう。あ、そうです、そうです、そうです。そう。ちょうど引っ掛けられる。なんか家とかさ、あれじゃない？あのさ、カーテンレールじゃなくて、なんだっけ、あの、ウォールみたいなさ、かけた時にさ、ゆるねばになるわけじゃん、うん、文字が。
したらなんかテンション上がるみたいな。そう。いやない？なんか かけた時に、けみたいな。700。試合よりいいな。試合より状態。だそこでなんかあれなんじゃない？え、もしかしたら選手とかもそうやって飾ってるっていうかさ、用意されたりする可能性あるよね。確かに。ロッカールームで。わ、かっこいい、壮観ですね、みんなに引っかかって。まあ、ヤマさんは大体ハンガーに金麗にかけて、1枚飾ってくれ、飾るっていうかかけて、うん、何枚かこう、なんか畳んで置いてやってくれたりすると思うんだけど。いや、いや、妻も。妻さん、持った子さん、市村、妻さん、すいません。市村さん、ありがとうございます。にゃんこかわいい。長袖 L だった。L。わあ、長袖の購入を検討。あの社長室で、さっきそうだった。あ、そうだった。めっちゃ着てるんだった。一旦ちゃんと着替えてきますね。そう、じゃあ俺それ説明していいの？クラマのオリテープで、青赤、ベリーラーには、青赤のオリジナル、青赤のオリジナルテープで、You'll Never Walk Alone と、クラブの赤4本ラインが、折り、テープで、縫い付けられています。これがオーセンティックのみです。あ、それね。あと、あの赤ね、4本線。っていうのが、まあ、クラブの象徴として入ってますと。で、シリアルナンバー。すべてのユニフォームにはシリアルナンバー、ナンバータグ。オーセンティックにはゴールドの刺繍タグ。レプリカにはシルバーの刺繍タグがついています。のこと。あ、これね。あ、いいね。はい、着替えてきました。あ、いいね。長袖の L。じゃん。内村つまさん。わ、ちょうど燃え袖。燃え袖。いいね、いいね。燃え袖初めて聞いたわ、俺。こういうので写真が撮れます。やかましいな。やかましいな。じゃん。まあ、横もね、後ろが長い。あ、それいいよ。え、おしゃれ。これが L? これ L です。どうでしょうか。お尻もすっぽりが撮れます。あ、今年は長袖もリーグ開幕に間に合うみたいです。おぉ、今までは6月頃お届けだったんですけど、頑張ったな。ナイス、ナイスです。だって、あら、普段着でもいけそう、そうよ。嬉しい。だってもう開幕早いじゃないですか。長袖そりゃ着たいですよ。いや、そうだよね。しかもシーズンも早いんだよね。そうそう、早くしないと。皆さん急いでください、もう。もう急いで。急いで、もうその、QR コードに急いでください、そこはもう。急いでください。もうすぐお願いします。急いで。ここです、ここ。皆さんここをタップするだけ。簡単。いいよ。はい、こんな感じです。はい。じゃあ戻ろうかな。いきなり暗いやん。で、シリアルナンバーはさっきのやつでしょ？あと、背中ナンバーと、このニューバランスの、あ、これも、そうだよね。のロゴ？ニューバランスさんのロゴは、ラバー素材の FC 東京のロゴで表現してます。が、これがオーセンティックのみです。はいはいはい。そこが。あ、はい。そこが、なんかラバー、こうね、まあ、なんかさっき僕だけで、こう、胸トラップがキュッてなんじゃねえかっていう、くっていうので、ちょっとラバー素材の、なんか滑り止め効いちゃうみたいな感じの、まあ、わかるよ。みんな大体わかるし。市川さん、答えで答えてくれて、もう、あれだから、いただけちゃうから。わー、言ってもらった。さあ、こんな大きめのアンサーいいんですか？びっくりしちゃった。購入しますだって、やったー、おそろしい、ありがとうございます。そのまま購入してくれればこちらとしてはありがたいんで。いや、ありがたい、もう大丈夫なの。あの QR コードを押すだけなんです、皆さん。で、なんだっけ、それが何よ、背中のラバー素材のロゴは色がゴールドって、なんで書いてあるんですか、これ。ゴールドがオーセンですね。あー、それがそういうことか。はい。あ、この、これもの、あ、そういうことか。この、ここのあれすらラバー素材なんだ。そう、立体的なんですよ。あ、確かに。で、ゴールキーパーまた色が違うんですよね。あ、それがちょっとラバー素材ってことね。いや、いいじゃん、オーセン。え、めっちゃ豪華。オーセン大したもんだな、やっぱ。いやー、やっぱオーセンですわ。みんな。え、でもさ、
わかんないけどさ、レプリカとかのがさ、ちょっとゆったり着れるとかはあんの？あ、それはない。多少？一緒なんだ。サイズ感は一緒。え、あ、レプリカ。あれわざわざ必死に持ってきたの、今、レプリカ。あ、これは違い。結構わかりやすい違いですね。やべえわ、これ。みんな何？なんか、はじめましてみたいな時に、こう、背中見合うの、一回。あ、よろしくお願いします。恥ずかしい。やだ、バレちゃう。まあ、いいんですけど、レプリカもね。あ、もう、自分がラバー素材持ってたら、めっちゃ深々お辞儀するとかするわけ。あ、よろしくお願いします。いや、男子とか特に分かっちゃうから、女子は髪の毛でね、一瞬分かんないけど、ね、男性分かった。そんななんだね。すごいよ。やばい、応戦マウント取られる前にみんな応戦を買いましょう。すごいよ。でも、この間、あ、でもさっきどっかで学生の方が、学生だからレプリカシャツ買ったんだみたいな感じで、もう、うんうん、もうでももはや買ってくれてありがたい。いや、ほんと。ありがたい。だってレプリカだって結構するんですよ、レプリカ大したもんだよ、これ。応戦大したもんすぎない？だいぶね、いいお値段ですよね。これいつセールやんの？セール。セール？セールないの？売り出したばっかりなのに。もう。アウトレットとかないねえ。だ間違ってこう肩を昔の塩にこう塗っちゃったみたいな。ダメ？ない？めちゃくちゃ怒られるそんなの。失敗作とかさ、ねえかな？サンプルセールみたいなね。これが第一段階でした。そう。絶対ないでしょ。それでないか。難しいな。面白い。ああ、疲れた。もう終わり？一通り。あ、ゴールキーパー見せました。ブラックの。何？あと、あ、エミリーさん、ありがとうございます。え、見逃してない？俺。あ、下ね、エミリーさん、イチローケイさん。イチローケイさん、ナイス。武蔵野の。風さん。風さん、ありがとうございます。細かいところまでいい意味です。買ってください。ああ、確かにね。あ、お年玉で温泉買ったって。いやー、すごいなー。ありがとうございます。ありがとうございます。薄さの違いを気にし、あの質問であったみたいですね。生地の。生地は変わらないんですよね。生地は変わらない。NB ドライですから。確かに。NB ドライテクノロジー？はい。採用してんな。さすが。これがな、え、これが、だから、こっち。これレプリカです。これレプリカね。だって後ろにロゴがないから。本当だ。わかりやすい。どこ？あ、首のここね。ここはニューバランスフットボールって書いてあるところが、ここがね。だから、まあいいや。あれなんですよ。だからまあ、どちらも素材はいいですよ。うんうん。はい。あとだからそのあれだよね。浮世絵のそのシャドウ的なのが入ってるかみたいな。なんかその、折り。ジャガード。あ、そう。ああ、生地は一緒だけど、加工が違うっていう。そう、微妙にね、違うんですよね、っていうらしいです。でも実物結構違うから。すげえ。え？注文2桁以上伸びてます。喜んでるみんなすごい即決、ナイス即決。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。そこをもうなんとか。すごい。やっぱ、こういうのやっぱ、初動が大事ですからね。確かに。ジャッカルヨッシーさん。ジャッカルヨッシーさん、ありがとうございます。オリジナルネーム。あ、オリジナルネームはいつぐらいからって。いつぐらいからって。早い。ここぞとばかり早いぞ。ショップのみって書いてあります。ショップのみ。もう今から。今からもうショップのみ。オリジナルネーム。やば、なんかシートみたいなものだったけど、なんかこれ。オリジナルネーム。どういうこと？ファイルみたいな。あ、これは何？あ、これが、これを、圧着して、オリジナルネームになる。なんか嬉しいような、なんか、ま、今これ何だったんだっていう、これが。これなんだ。まだ触っちゃダメですよ、今。いや、いいっすね。あえてニューさん、それで1年過ごしたのですか？逆にレア。それでも、サイズ大きめにしてくれました？L。あ、L 切れるんですね。すごい、迅速な対応。ただ、レプじゃないですか。あ、ほんとだ！え？これ、オーセン。何？オーセンです、これ。セコ？まあ、いいよ。俺、レプ結構好きだから。さっきの学生さんと一緒に着るもん。おそろ。うん、そうです。あ、KM さんから。あ、繋いでる。
あ、まだ怪しいんだよ。お年玉世代かどうか分かんなくない？なんかいくつぐらいだったの？すげえもうね。すごいんだよ、絡みが。で、高校生って言ってんだけど、高校生って言ったっけ？って言ってんだけど、入り方が高校生じゃない入りしてくんだよね。高校生2週目ぐらいの方ですか？どれぐらいの方かな？いや、でもありがたい。皆さんありがとうございます。すごい。さてさて、え？なんかの、曲も流れてきたし。これ言いました？ここの、これ。これ言ったよね。言ったは言ってって。そういう分一応やってあげて。一応その横のそのなんだっけ、黒だか、なんだからか。こちらの。大勢にゴールドの刺繍タグってことやつ？そう。あ、そこね。刺繍のタグがね、こちらもあるんですけど、もうこれはね、オリジナルナンバーなんですよね。シリアルね。シリアルナンバーなんですね。これキラキラ刺繍がしてて、綺麗なんですけど。すべてのユニフォームにはシリアルナンバータグ。オーセンティックにはゴールドの刺繍タグ。はい、レプリカにはシルバーの刺繍タグがついています。だってもう、やった？あ、そう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 。はい、レプリカね。その20には何なの？関係ないね。22年。の22か。2022年。うんうん。おい、それいいね。タグ、いいじゃん。全部でしょ？だから。こっちもそう。22年のってことだよね。はい。22からそれ以降が、まあ、シリアルナンバーですね。いいね。かっこいい。こんなさりげないところまで。ゴールドなの？ゴールドですよ。レプリカはシルバー？そう。あ、つけてくんな。そんなつける必要あるか、逆に。結構露骨につけてくる。どうやりすぎじゃん？わかりやすい。まあでもみんなあれなんだろうな。うん。まあでもね。谷尾くん、以前関東、ナンバー、テンさん。ありがとうございました。こちらこそ。そんなつながりが、そんなつながりがあった。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、ついでにユニフォームもどうぞ。営業かけに行く。いいぞ。ぜひぜひ。そんな、どう？他に何かあった？あと他に質問とか、気になる点とかあれば。あー、透け感ね。結果ね、やっぱ皆さんね。でもさっき来てたらさ、ユニフォームの番号は透けたよ。番号？あ、この白つけたよ。白をどうやって説明したら行くのよ。どうだろうなぁ。濃い色だと、まあ透けちゃいますかね。あー、ってことね。あ、やっぱ、すごい。やっぱりだ。これで今、あ、でも、どうなんこれ分かりづらいか。はっきりした色だとかなりつけてるかな。それじゃ全然、つけねえな。つけないって。刺そうとする。あ、まあ、でもちょっとつけてるか上の。そうですね。あの、三菱のマークが、目視でつけてるのは分かりますけど。うんうん、まあ、だから、憎いでいい。伝わったかな？でしょうねぐらいの答えしか書いてないよ。書いてないけど大丈夫。ニューさんのサイズは、だから、L です、L。いや、思ったよりは透けてないっていう印象です。ああ、確かに確かに確かに、うん。そんな激しめに透けてるわけではない。ああ、ああ確かに。くらいのニュアンスで伝わるかな。なるほど、薄いですねって言ってもらうしかない。そうなんですよ。うっすらは透けます。透けるは透けるけど、うっすらだと思います。で個人のニュアンスによるけど。ああ、はいはい。これ見える？あ、そうそうそう。あ、こうやって見ると結構。まあまあ。僕のさっき作ってもらったやつの、に、白を着せた感じです。うん。まあ、そのぐらいですね。はい、ぜひご参考になれば。白はインナーマス、まあ、インナーもそうだよな、多分。うん、インナーは着てた方がいいんじゃないかな。インナーも売ってるんですか？インナーはない。あの、インナーの応戦ない。インナーの応戦聞いたことない。インナー応戦ない。何のやつ？セカンドのレプリカと応戦並べてみてみたい。オーセン、レプリカの違いも一回？あ、何の違い？ああ、これいける？何の？違いはどうですか？インナーのオーセン
意味が。違いはだから何になるの？まず生地が、加工が、はい、わかりやすい。うんうん。いい？なんか、こっちがあれです。あの、オーセン。ジャガード折りの方ね。ジャガード。かっこいいジャガードの方ね。あれね。ゆるネバね。タグ。ここの。はい、襟のところ。はい、こっちがゆるネバ。こっちは、ニューバランスさんの、そのフットボールのやつ、かけるやつ。うん、で、そう、そっちの、ここの、この、なんだ、指導教のロ、あ、なんだっけ、なんだっけ、なんとか、ラバー素材のロゴが、オーセン。しかついてない、これですね。うん、で、あと、その、シリアルナンバータグ。の色が。色が、ゴールドか。オーセンがゴールド。そう。それが、あ、そう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 。ゴールドがオーセン、シルバーがレプリカ。合ってるでしょ。うん。この違いがありますね。それです。あどこかにオーセンレプリカって書いておいてもらえますか？もう、確かに俺もそれはいいと思うよ。待って、あれじゃない？レプリカの方が透けやすい可能性ある。あー。なんか加工分なのかな？確かに若干どうかも。これ後ろ見せて、あの反対側。なんか、ほら、こっちも絶対透けるじゃん。うんうん、向こう側のね、ミクシーがもう透けちゃってますもんね。こっちが、レプリカなんですよ。で、こっちが、オーセンなんですよ。あ、合ってるよね。そう。これじゃあもうわかんないか。なんかでもさ、割と加工がないからさらっとしすぎてて。うん。まあ、ラインが、両方出るか。まあ若干。うん。っていう。うん。何くんレプリカでいいからお願いってなんだろう。本当に友達、なんか何をなんとかって書いてあるけど。おねだり？ん？ゲームさん、オーセンとレプリカの違いは、大体何をとする。S のアイデルいじってくんじゃん、今年も。だいぶちげえってことじゃないか。細かいディティールが違った。うん、全然スタジアム沸かせられるか沸かせられないかのさ、全然あるよ、それ。そんなことないよ、ケーム。いじってくる。ケームあれで高校生よな、っていうかね。絶対違うよ。絶対、お年玉世代じゃないでしょ、もう。上げてるっしょ。上げてる世代じゃん。面白い。ああ、まあいいや。面白いな、やっぱ。勉強なんだ。そうやって言うんだ。面白いな。みんないる。いろんな人いるな。ああ。で、まあそんなぐらい。背番号。あ。背番号何？ああ、なるほど。これやんなきゃいけないのか。最後らへんが。背番号ね。ああ、で、そうそうそう。オッケーオッケーオッケー。はい、はい、はい、オッケーオッケー。じゃあ。ああ、今年も J リーグ統一のネーム&ナンバーね。統一されてると。じゃじゃん。こちらです。はい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 、はい、まあ。SNS でも発表もありましたけど。J リーグ全体でこの文字を使ってるでしょ？変えちゃダメですよってことね。うん。うん。で、白が新ネームになった選手。新ネーム、新ナンバーですね。で、赤が、赤の枠が新加入選手。うん。じゃあな、ユウトが変えた、じゃあ、オクトコンちゃん、あ、まあ、新加入選手。あ、ハタの選手が13番。え、ゴー何番だったっけ ?55? あー、ゴーになったんだ。あの、名前が。あ、名前？あー。あ、ほんとだ。ほんとだね。で、赤枠が新加入選手ですね。あー。はいはい。まあいいや。はい。はい。シルナンバータグついて、ボーセンに合わせる何回も書いてあるね。で、2002年ソシオに。ん？ん？ 2022 年。2022年にソシオに申し込んでいただいて、うん、で、ホーム開幕戦前日までにユニフォームをご購入いただいた場合は、うん、何枚買ってもネーム&ナンバー入れが3300円が無料になる特典がある。これ結構大きいですよね。え、ソシオに入って買えばいいってこと？おー、セット割りね、要は。あ、これですね。
年をとともにということで、ユニフォーム何枚買っても、何枚？じゃあまあ家族でね買うとか、家族にね、ちょっと安くなりますもんね。このネーム入れが無料になるんだもん。これ大きいですね。2桁、1桁、2桁も1桁も料金同じなんだって。あえての2桁はいけないですか？はい。ユーロ。ユーロスポーツだと3桁いけちゃうんですよ。おお。なるほど。ネームの色を見たい人は特設ページとなって、ホームページから見れます。ホームページから。コメント欄にも URL があるので、そこから見てもらうと分かるみたいです。そうしようね。そうしよう。ぜひ、お願いします。お願いします。ぜひ、継続お願いします。まず、継続。継続、まあ、継続して買えばあれなのか。継続、新規加入お待ちします。なるほど。あ、やっぱ、大家族にもありがたいね、確かに。ねえ、ご家族で買う分には、絶対こっちの方がお得です。はい、オフィシャルオンラインショップ限定の特典ですのでご注意ください。なるほど。そうです。はい。で、これ今なんかなんだって？その、販売してから何しちゃったの？まあ、ちょっと経って。はい、もう昨日からですよね。誰が売れてるとかあるの？そうなんですよ。オフィシャルオンラインストアでの販売開始から現時点での注文、で、人気選手がもう出てるんですって。うん、なので、まあ、あの、人気選手5名分、ちょっと発表したいと。思いますとのことで。はい、誰？誰なんですか？誰っていうか5人ね。5人、まあまあ売れてる人たちの名前を発表して、はい、皆さんの参考にしてほしいってこと？おぉ。売れてる方がいいのか、売れてないから買っちゃおうかみたいな感じなのかね。ああ、そうですね。うん、じゃあ誰？まあ例えば森重？まあそりゃそうだろうな。ある程度。もう毎年でも上位にいますもんね。森重入る。そういうランキング入ってる。はい、ね。とか誰？さあ、続いてが。これ別にランキングじゃないでしょ？この5人が売れてるってことね。が誰？上位。続いてが、数字若い順でいくと、長友選手ですね。ああ、言うとね。そりゃそうだろ。で、番号も変わったわけでしょ？はい。でっかいのから。はい。それで？で、次が、ディエゴ選手。そうだな。そこはそうだな。まあ、それはそうだ。予約延長してんの？これ、ちゃんと。握れてんの？バッチリだし、よかった。さすがに出さないか、延長。ギリギリのやつは。オッケー、はい、それで。あとは、安倍修斗選手。ああ、活躍したからね。うんうん。いや、でもすごいですね。ここに食い込んでくるなんて。でもそんなもんじゃないか。期待値。すごい。だって去年だって一番上だったんじゃないの。私、一番上だった。ずっと試合出て安定してたのって。うん、ここに入ってくるなんてすごい。と思ったんですけど、さらに、びっくりしたのが、マッキークリュー選手。おい、他の選手頑張れ、絶対。なんでこれから入ってくる高校生のあれやって負けてんだよ。つい先ほどもね。まあ、俺も絶対負けてるパターンだけど。いや。スナイデルが絶対いじってくるあれだけどね。スナイデル待ちだよ。いやー、すごいね。やっぱそんな人気なんだよね。もう期待値が。まあ、俺、スカウトで1年目から見たけどね。あ、すげえなーと思ったけど。まさかうちに来ると思わなかったけど。いや、もうずっと海外行くって言ったから。あ、そっか。まあ、海外志向は強かったけど、そうまあでもリーグで優勝したいです。長友選手ともやりたいですってことで FC 東京を選んで。後付けでね。後付けで、シャーなしの言い訳、理由つけて。そんなことないです。うん。はい。そうなんだ。だって、青森山田高校10番ですからね。そりゃ期待値かかりますよね。なんか今日も点取ったんだって？ 3 点、チーム3点目取りましたよ。すごいね。すごい。開幕スタメンとか行ってほしいね、じゃあね。うわ、めっちゃ見たいですね。すごいな。うん、俺は既存の選手に頑張ってほしいよ。それはもちろん。もちろんそうですけど。なだって高校から来て、あ、Jリーグ、ファンタンスとかって言われて嫌じゃない？ああ、それもやめて。でも、すごい化けそうだなと思いますけどね。なんかそういうキャラの選手あんまいないじゃないですか。まあそうね。まあ楽しみだね。うん。新しいかなと思いますけど。なるほど。楽しみですね。期待値が本当に高そう。はい。で、あと他にも。逆に何？注文が増えた。そう、昨シーズンに比べて注文が増えた選手も、うん、そんなの何スタッフすげえこうカウントしてんの、はい、こいつ、はい、何百万円みたいな、いやー、あると思いますよ、全部お、こいつ今回伸びてるぞみたいな誰発表して、はい、今野選手です
ね。ポンちゃん？ポンちゃんが、まあ、番号今回変更になりました。ああ、ポンちゃん人気あったか。で、番号変えて。うん、さらに。じゃあさ、スタッフと、あの、グッズの人とかって、人気選手番号変えてほしいって思ったりするわけ。うん。ああ、やっぱそうなんだ。全員がもうどんどんシャッフルしちゃえばね。いいっすね。確かに。毎年更新なら買いたい買いたいって思いますよね。確かに。うわぁ。じゃあ俺なんか永遠にこいつ22番だからもう何もねえわって思われてる。何の変化も起こせねえやつだって思われてるわけね。そんな意味込められてた。いや、やっぱ背番号って超大事ですね。まあまあね、ベテランぐらいになったらあれかもしれないけど、若い時ね、こういってる時は、うんうん、大きい番号から、こう、若い番号にとかっていうのがあれなんかもね、うん、そんなこと何も考えたことなかったわ。まあ、現役選手はそんなもんなんですかね。うん、そんなこと分かってるので、コンちゃんと、あとは、渡辺龍馬選手。なるほど。が、発信力？そう。番号変わらずなんですけど、うん。まあ、発信力、期待力。ああ。なんかそういう何サポーターと触れ合うみたいな多い選手なの ?YouTube?、うん、ダマはじゃあ、ダマ。なんで、そのリアクション、困らせないでください。黙ってるぞ。黙ってもダメ。なるほど。で、龍馬ね。龍馬はそっか。もっと、プレイ見たかった人も多いのかな。うん。さあ、あとやっぱ女子人気高そうだなって思います。ああ。かっこいいじゃないですか。ああ。なるほどね。やっぱでもユニフォームとか選手着ててなんかスタジアム一周とかするじゃないですか。自分の着てる人見つけたらやっぱおってなりません？なるなるなる。なりますよね。なるよ。俺らは初めて、やっぱまずサッカー選手になって、スタジアムに向かうときに、うん、なんか自分の番号をつけてる人がいてくれたら、うん、めっちゃ嬉しかったもん。うわそれそれ。あの子供がさつけてくれたりすると、うん、あなんか嬉しいなぁと思ってる。やっぱ嬉しいですよね。マッキー、高校サッカー人気？龍馬も。あそうなの。もう行く。あじゃあその時からのファンの方が買ってくれたりしたのかな？すごい。なるほど。でもやっぱ本当なんかずっと応援してると、なんかそうなりますよね。もう高校時代からずっと見てると、やっぱプロに入って絶対ユニフォーム買おうって思いません？ファンの方だったら。どういうこと？もう一回言って。だから、その前行くとかで、うん、ファンの方が、あの、龍馬くんプロ入りしたから絶対ユニフォーム買おうって、別にどこのクラブのサポーターとかじゃなくて、うん、プロ入りしたらそこのユニフォーム買いたいって思うんじゃないかなって。うんそういうもんなの？全然響いてない。いや、思うだろうなって。その、高校サッカーが好きな人たちは。ああ。それじゃあ、うん、そうだ。高校サッカーで活躍してる選手は、うん、ぜひうちに呼んだ方が、うん、グッズが感動してありがたいってことですね。伸びしろありますからね。なるほど。あと、この時代に早くからも目つけてたんですよっていう、ね。ああ、なるほどね。あるんだ、うん。いいね、そういう話。そうそうそう。とかあるんじゃないかなって思うんですけど。コサポですね、うん、いわゆる。コサポ。うん、ああ、なるほどね。そういう方もいっぱい持ってるの、じゃあ移籍するたびとか。いるんじゃないですか。全部。うん。ああ、山下選手も鳥栖から来て。そっか。なるほど、なるほど。この人を応援したいっていう人がやっぱいますよね。なるほど。でもなんかニューさんとか、その選手で、自分の名前のユニフォームとか売れたら自分にちょっと入るみたいなのないんですか？知らない。え？なんかそういう感じになってると思うけど、うん、めっちゃビビたるもんだと思う。あ、ほんと？まあビビたるぐらいしか売れてないのかもしれないけど。まあそれだと分かんない。なんかね、そこら辺話してね、多分昔よりかは、なんかちゃんと選手、に入るようになってきてるっていうのは聞いたような気がするけど、俺が辞めたタイミングで言うと、うん、だから代表とかもさ、うん、ユニフォーム買ってくれたらさ、なんか結構入るのかと思ったら、うん、なんかで見た時、もう本当、あ、うんみたいな、あ、みたいな、こんぐらいだったらいらないかもみたいな。あ、割とそんなもんなんです。まあその頃は当時は。そうだ、今は分かんないけど。うんうん、そうね。契約に入ってたとかね。なんかそういうの気になりますよね。すごい気になってた。契約っていうかもう、そういう意味で統一されてるはず。そこら辺は。なるほど、なるほど。でもなんか選手には自分が何枚ぐらい売れたとか知っててほしいなって思います。
いやー、知らない方がいいのかな。やだよ。なんで？売れないやつ寂しいじゃん。でもっと頑張ろうとか。売れるためにね。まあまあ、まあ、一番プレイですけど。自分で買っちゃうかもしれないある程度。親戚一同、うん。売りさばくかもしれない。そしたら。まあ、プレイが一番ですけど。いや、試合に出てる人とかがさ、うん、明らかに全然売れてないとかさ、なんか、パワーバランス変わっちゃいそうじゃない？なんか確かに。いや、誰々さん、試合には出てるけど、うん、あ、グッズ全然売れてないんで、みたいな感じで。複雑。分かってたの、僕の方が全然売れてるんで、クラブへの、その、直接的なお金まで僕の方がだって言ったら、やばくない？確かに、影響力で言うと俺の方が、みたいな。そう、僕もね、あれ、人気があるの僕なんで、みたいな感じ。試合出てるから、ちょっと調子飲んでもらっていいですかね、なったら、やばくない？やだ。そう、嫌ですね。いいよ、もうそんな足、やめよ、もう。生々しいやめてる。いや、かもしいよ。もういいっしょ、だいぶ、みんなも。全部やったし、最後、もうだって1時間ぐらいやったんじゃん。ほら、喋りすぎなんだって。あ、本当？こんなやってました？じゃあ、ありますか？いや、失礼します。じゃあ、最後ね。あと、皆さんいいですかね、こんなんで。で、ちゃんとやってくれましたかね。うん、もう、最後の質問チャンスですよ。何？一旦。ああ。え、ちょっと待ってください。セカンドのナンバーは黒っていうのは、セカンドユニフォームの、白いユニフォームの、あれは黒文字です。うんうん。っていう。黒文字が入ります。はい、んで、王戦も 4XRL があります。あ、そんなサイズまで用意してるんですね。すごい。で、お届けスケジュールが今出されてるのになってます。ん？これなんか言うんだっけ？大丈夫ね。はい、ご覧のようになっております。ユニフォームの販売はオフィシャルオンラインストアほか、オフィシャルショップ7店舗でお取り扱いがありますので、配信の概要欄からぜひチェックしてみてください。ユニフォームの販売をしてみます。そうですね。逆に、まあ、ここまで見てたけど、やっぱり実物見ないとダメだよなって人はどこ行ったらいいの？オフィシャル？オフィシャルオンラインじゃ、まだオンラインじゃん。ショップ。情報が錯綜してます。ユーロスポーツさんが一番？たくさんは、うん、あ、品揃えが。サンプルいっぱいありますよ。サンプルがユーロさんだと1万あると。で、1月17日までに注文。開幕に間に合うと。おー。なるほど、なるほど。急がないと。そうですね、お店も混み合っちゃいますからね。そういうことね。早めに。早めに行く。まあ、今買っちゃってもいいんですよ、本当は。もう簡単、ポチポチするだけです、ね、大して変わんないから。家で買った方が楽です。いや、今コロナでね、いろいろあるし、買っちゃった方が早いから。すげえ、ソシアも入っちゃうから。全部入ろう。ナンバー数だから。6番、今度でか面白い。時代が、あれどうなってんの？はい。はい。じゃあ、お知らせ情報はそんな感じですかね。あと、そして1月10、あ、それはあ、映画言う？はい。はい。そして1月15日の土曜日、来週ですね。来週には新体制発表会をオンラインで実施することが決まりました。ね、なるほど。こちらご覧いただいている FC 東京公式 YouTube チャンネルで16時頃から配信予定だそうです。なるほど、なるほど。え、ニューさん出ないんですか？俺え、なんかやばいこと聞いちゃった？いやいやいや、大丈夫だよ、大丈夫だよ。多分ね。あ、なんだろう。まあ、見るしかないですね、これは。多分、あれかな。選手で契約してもらおうかな。バーンって出てきたらもうめっちゃ盛り上がりますけど。開いちゃったし。あ、ドロンパとスパオジのダンスショーがあるらしい。ねえよ。ねえよ。19番でケリーとか、そういうのでなんか作ったさ、そういうちょっとふざけたので、ふざけたっていうかさ、往年のやつで作ってくれた人のなんか、集まりのコンテストとかやりたくない？コンテスト？いやさ、今で言うとさ、ね、なんかあれじゃん。まあ、今いる選手の、やっぱ、はいはいはい、推し選手みたいなの着るわけじゃん。逆に、それを、一回も超越して、さっき何番、19、ケリーとかで、やってる人の、なんか得点とかさ、コンテストでやってさ、3番でサンドってさ、俺が入る前でしょ？サンドさんって。もう昔から応援してる方は。そうそうそう。まあ、例えば、アマラオさんとかさ、8番藤山さんとかさ。ルーカスさんとか。ああ。
そうだね。22で羽生さんをかわせようとはして、それでチャリに入るかもしれない。確かに、ワンチャンある、ワンチャンある。まあいいや。アンブレラも、25マテウスすごいね。10番ワンチョって面白いな。これね、こういうの始まると終わんないから。時代が。絶対。高峰さんね。いくらでも出てくる、みんな。いや、こういう時に、もう、ここずっとバカに出てくるね、みんな。試合中負けててもこれになっちゃうの。大喜利コーナーになっちゃうよ。そうそうそう。もう負けすぎてもこれやるしかねえみたいな変になってくるから。まあいいや、チェヨン。それチェヨンっすね。9番チェヨンスは。9のチェヨンスは。ポンポン出てくる。あ、カブラギさんとかね。あ、ババユータとかね。いや、面白いの。カガミさんって知らないで。無力。いや、もういいよ。無力。はい。締めましょう、じゃあ。皆さん、もう質問いいですか、本当に。一旦大丈夫ですか、はい。はい。じゃあ皆さん、今年もね、たくさん買っていただいて、ぜひスタジアムにアジスタをユニフォームで埋め尽くしてくれたら、選手も。まあコロナがね、またちょっと心配ですけど、始まったら皆さんで、青赤ユニフォーム着てスタジアムに来ていただけたらと思っていますので、ユニフォームの購入よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。おすすめです。そんなんで、じゃあ最後、言って、言い換える最後。最後？うん。最後、はい、一言です。まあ、パンで締めるから。わかりました、はい。今日はありがとうございました、本当に。いや、本当ありがとうございました。私もいち早くユニフォームを着られて嬉しかったですし。いや、本当そうだよ、名前入りね。バンの名前入り。私は名前入りで、いただきます。いただきまして、本当なんか素材もすごい素敵ですし、王線もね、レプリカもそれぞれ良さあると思うので。まあでもね、新しい変化の年でもあると思うんで。あの皆さん、ぜひ、この初代を着ていただけたら嬉しく思います。はい。いけ。よし、皆さんこれ着て、アジスタに集合ということで、皆さん元気な姿でお会いできることを楽しみにしてます。配信のご視聴ありがとうございました。またねー。終わっていいんですか？いいよ。バイバーイ。